番もありますけども、私がちょっと、夜中3時までかかって、幼稚園の工作みたいなの作りました。イエーイ、イエーイ、いいと。では最初の曲です。フォークソングのバンドということで、フォークソングを、曲、ポップスって今紹介いただきましたよ。ポップスもやってますか？やってる？やってるかな。うちはここでうちはあんましてどうする？だけ。あ、もう2個しかない。と皆さんに楽しんでいただける曲をやりたいと思います。直前に曲順の順がありでですよね。はい、あのこの曲は皆さんよくご存知の、ポケベルみたいな。カビ風船の、あ、そう、ビートくる前にという曲なんですけれども、あのこの曲ができたのが、あの実は、共同、世田谷区の共同でできたそうですよね、どすこい先生。それを知ったのが最近なんですけど、すごく近い地元でできた曲ということで、ますます親しみがあると思います。昭和のフォークソングとかポップスを中心に演奏しております。では
すいません、聞いてる方が疲れちゃうということもありますが、あでもハモリもないですよ。はい、今日はあの全くあの旅客公演で、演奏するの初めてで、まだあのこう完全に完成してない状態で、もうほぼっていう感じであの来ております。完璧でしたけど、うん、っていうかあの、ね、なぜかというとなんかこう100回で私たちも初心に戻りたいなっていうのもあって、最初のこう緊張感っていうんですかね、なんかそれを思い出すような感じでこうあの割とこう慣れない曲を、そうですね、フォーククルセイダーズとかやりましたよね、はい、もうここね、あのスバとかあの素晴らしい愛をもう一度とか、三崎に巡りカントリーロード、武田の子守唄悲しくてやりきれないとかっていうのは、特にあの野音 の本部スタッフの方々がもうとてもとても聞き飽きちゃってるんじゃないかということもあって、本部スタッフの方々のためにも新曲を用意、全部新曲を揃えてきました。はい、さあ次行きましょう。はい、緊張しております。では次は、まあ、飛んでる、虹と雪のバラードですね、はい、昭和の季節がちょっとね違いますけども、トワイモアさん、君の
オリンピックの応援歌としてね、今、はい、パプリカっていうのが主流ですけど、パイプさんとはなんかあの別バンドでやってるそうですね、はいはい、やってますね、やってません、やってます、やってますよね、バレてるよ、ちっちゃい女の子と、ね、一緒に歌ったことはありますけど、老人は老人らしく虹と雪のバラード、はい、昭和の曲だからね、ロングセイは一応ね、では平成の曲も混ざってますけどね。では次は、そうです、次は、はい、あと2曲です、はい、イエローサブマリン温度というこれはあの大竹栄一さんがプロデュースで、ビートルズの、ビートルズ公認ということで、金沢明子さんで、ヒットしまして、今なって盆踊りでも、そうですね、盆踊りでも踊りになる、盆踊りになりました、はい、踊りになりました、まだ全然踊れません、演歌の女王モロミルキーにヒアをお送りします、全然拳が回らない、イエローサブマリンどうぞ、ご存知の方はご一緒に、思いっきり拡張とだけやっていただきました、ね、ありがとうございました、これ拡張高いんですかビートルズということで、ではこのついでにですね、これも盆踊りで歌われております最後の曲です
皆さん一緒にお願いします、ね、これはもともとの、平成2年の曲ですが、系統ね、ちびまる子ちゃんの踊るプンポクリンでございます。なんでやねんって全然ロングデーじゃないじゃないかみたいな話ですけど、はい、でも一応これロングデーの新曲でございます。皆さん応援よろしくお願いします。中からうわっとレンチキおじさんと